どうも、遠藤聡です。今日はですね、秋葉原に久しぶりに行きまして、ブラブラっとね、あの裏側とかを裏道なんかを歩いてたんですけども、まあ、そこで、ガチャポン会館っていうのがありまして、あれはすごいっすね。今ね、手元にあるんですけど、こういうね、ガチャガチャのお店、専門店、これなんだろうと思って入ってみたんです、試しにね。そしたらもう本当にものすごい数の、ガチャポン、ガチャガチャが置いてあって、入っちゃったよって感じでした。面白い、いろんなのがその中でも1個、やってきましたので、ガチャガチャ自体は5つやっちゃいました。1000円かな、もうなんか1000円でね、これだけ楽しく行ってて、たまたま出会ってすっごい面白かったよっていうことです。もし秋葉原行く機会があれば、ガチャポン会館ぜひ行ってみてください。もう壁に並んでガッとガチャポンがあってすっごい面白いです。せっかくこういうあのフィギュアとかガチャガチャとか結構実は好きなんですよ。ただ、まあ、断捨離してて、で、物をなるべくこうね、なくそうとしてるんで、でも買っちゃったんですよね。まあしょうがないです。YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。この左側に、パソコンの方はボタンが表示されています。スマートフォンなので動画をご覧になっている方はこの動画の下説明欄のところに URL 貼っておきますので、ぜひ YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたします。